はい、おはようございます。原田農園です。今日は9月の19日の火曜日です。今日はですね、またナスの、出荷がありますので、収穫と出荷作業を行っていきたいと思います。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。でも2列ぐらい取ったって言うの。これをね、ビタブラで入れない。これも大きな綺麗な。これも多分に食べたい。はい、今ですね、ナスの収穫が終わったんですが、台風の前にですね、M 寸まで取ってですね、今日はですね、もうほとんど、ナスは収穫できませんでした。3コンテナぐらいですかね。ちょっともう気温もすごく寒くなってですね、収穫する間寒いなと思いながら取らないといけない感じになってきましたんで、なかなか収量も上がってこないと思います。まあ、ちょっと台風が過ぎたんで、今日あたりですね、またメリットか何か、栄養をつけるのに液肥両面散布してですね、あとまあ殺菌剤もできれば殺菌剤もしてですね、様子を見ていきたいと思います。ナスの収穫は以上です。はい、こちら白菜の圃場です。最初にですね、結構虫にやられたのがちょっとそのまま穴で残っていますが、この芯の方ですね、芯の方は、防除したのでなんとか穴が開かずにですね、大きくなってきてくれてます。まあ、もう一回ぐらいちょっと防除しないといけないかもしれませんけど、様子を見ながらですね、防除していきたいと思います。はい、こちら白ネギの様子です。一時期ちょっと調子が良かったんですが、葉っぱの方がですね、だんだんまた黄色くなり始めました。台風の風も当たったせいか、元気がちょっとないような気がするんで、こちらもですね、両面散布でメリットか何かと、あと殺菌剤、こちらを行っていきたいと思います。アザミウマの、食害はあまり見えないような気がするんで、まあ寒くなってきたっていうのもあると思うんですが、こちらもナスと同様防除していきたいと思います。はい、白ネギの圃場の様子でした。はい、今からですね、ちょっとごぼうの試し掘りをしてみます。はい、
なっはい、玉ねぎのですね芽が出てきました。はい、徐々に大きくなる予定です。はい、毎日灌水はしてます。はい、玉ねぎのハウスの様子でした。